ちは、しんじです。今回ね、紹介するのは、レイザーのランスヘッド、この動画はね、おそらく発売日の24時、0時に公開されていると思うんですが、今日発売されたばかりの、レイザーのワイヤレスゲーミングマウス、ランスヘッドを紹介していきたいと思います。ということで、早速こいつを開けて中をね、まず見ていきたいと思います。はい、ということで、レザーランスヘッド開けていきますが、こんな感じで出てきましたと思ったら、マニュアルかな。じゃあこれを開けると多分製品が出てくる。さあ、はい、来たー、来ない。はい、ここをね、開けるとレザーランスヘッドがいよいよ出てくるはずです。では行きますよ。ついね、レザーランスヘッド出てきましたよ。ということで、じゃあとりあえずレーザーランセットを出しましょう。はい、出てきた。レーザーランセット出てきましたね。はい、じゃあレーザーランセットはここに、あとロア君も、ロア君もやっぱり新しいデバイスは気になる。ロア君も新しいデバイスは気になる、ね、気になるね。はい、ということで、これがレーザーランセットに入っていたものです。これが本体ね、レーザーランセットの本体で、これが USB の、有線と無線のアダプターですね。じゃあケーブルでこっちがアダプターになってる。で、これが USB のドングルアダプターです。ちょっと持った感じ、持った感じは、これはあれだね、かぶせ持ちの人が多分いいのかもしれない。かぶせ持ちの人が使いやすいような感じ。でも僕ね、結構ね、つまみ持ちするんですよね、こういう風に。なので、ちょっとこれはね、実際使ってみないとわからないとこなので、実際使った感想なんかもね、話していきたいと思います。で、このね、結構ね、マウスって、まあ、それぞれ皆さんこだわりがあると思うんですけど、僕はね、まあ、押しやすさとか持ちやすさっていうのは結構重要なとこではあるんですけど、ここのマウスホイール、ね、マウスホイールが、こう、回ってるっていう、こう、クリック感があるかないかって僕結構重要で、ロジクールとかだと結構ね、この回ってる感じが、スーって回っちゃうものが多かったりするんですよ。でも今回のこのランセットは、ちゃんとクリック感がカチカチカチっていうね、クリック感があるので、僕はねこれがすごくいいなと思います。で、マウスの、ボタンなんですけど、こいつはね9ボタンなので、ちょっと数えていきましょうか。まずここの左右で 1、2 でしょ。で、多分マウスホイールの真ん中で3個で、ここが4個かな、ここ 4、5ね、これは多分 DPA を切り替えるためのボタンだと思うんですけど、これで5個で6、7、左側ね、左側に6、7ってあって、反対にも2つある。なので、8、9、これで全部っていうことですね。で、このレーザーランスヘッドは左右対称のデザインなので、右利きの人でも左利きの人でも、まあ、左右対称なのでね、違和感なく使えるんじゃないかなと思います。僕はまあ右利きなんで右で持つんですけど、はい、ということで、まずはね、レーザーランセットの特徴なんかをね、紹介していきたいと思います。レーザーランセットはね、まあ、無線で使えるっていうのが売りな、ね、マウスなんですけど、この無線がアダプティブフリケンシーテクノロジーっていうね、ものが使われているみたいで、なんか自動的に周波数を切り替えて、無線が途絶えないようにするっていうね、最先端の技術が使われているみたいです。で、世界で最も緻密なレーザーセンサーが積まれているみたいで、これが TRUE16000DPI 5G レーザーセンサー採用らしいです。スイッチに関してはオムロンと共同開発のマイクロスイッチで、これがね、5000万回の耐久性を誇ると。で、あとはまあプログラム可能な9ボタンの、左右対称デザインっていうのが、このレーザーランセットの最大の特徴になっているみたいです、ね、このロア君もこういう風に、毛並みも整えられると毛がついちゃったね、毛がついちゃったね、毛がついちゃうとね、誤動作の原因になるんでね、ちゃんと取りましょう。で、あとは、このね 2.4GHz のドングル、この無線のねドングル、このこれこれね、これまあ無線なので持ち運びする人もいると思うんですけど、このドングルがこのね、本体の裏面、本体のこの裏面のここを開けると、ここにこのね、無線のドングルをこういう風に収納できるようになってますよ。なので、まあね、使わない時とかはここに入れて、置けるし、持ち運ぶ時もここに入れておけば、まあ、なくならないですよね。っていうのが、まあ、特徴になって
いますね、本体の。はい、ということで今回このレーザーランセットを紹介してるわけなんですけど、まあ実際にね使ってみないとね、どれだけ使いやすいかとか、なんか反応が良くなったとか、そういうのがわからないと思うので、実際に使ってみたいと思います。はい、ということでまずはね一回ちょっと使ってみて、その感想も話していきたいと思います。はい、ということでここからは、レーザーの、ランスヘッドを制御するための、レーザーシナプスで設定できることなどを紹介しつつ、あとはねマウステスター、今回からちょっと使ってみようと思うんですけど、マウステスターで、このレーザーランスヘッドの性能をねちょっと丸裸にしていこうかなと思います。ということでこちら、ね、これが、レーザーの、レーザーランスヘッドを制御するためのソフト、レーザーシナプスです。ここではねレーザー製品をすべて管理することができるということで、今僕はね、レーザーサウンドプロを導入していて、レーザーオルナータクロマを接続していて、今回紹介しているレーザーランスヘッド、これをねつな、いでいるので3つの製品が出ています。で、ここでね、カスタマイズでマウスのボタンに対してどんな、ね役割をするのかっていうのを当てはめることができて、このパフォーマンスのところでは DPI 設定を変えたり、あとは加速度設定を変えたり、あとはポーリングレート、これはねどれぐらいパソコンに対して情報を送っていくのかっていうところの設定で、あとは照明です。これは、動画で別に紹介すると思うんですけど、どんな風に光らせるかというのが、レーザーオルナダクローマと同様に、設定ができると。次にここの構成なんですけど、これは有線モードでのみ、利用が可能ということなので、ちょっとね、有線つないでみます。はい、有線をつなぐと、改めて認識がされて、この構成モードが使えるようになると。でここではあれですね、あすごいね、どのマウスパッドを使っているかみたいな情報も入れられる。あ、これすごいね。これはすごい。ただまあ、有線じゃないと使えないっていう。僕ね、今これ、レーザースペックスの V2 使ってるんで、これで調整とかやると、あ、すごい。あ、これで、スペックス V2 に最適化された操作ができるようになる。あ、これすごいね。これすごいですね。で、電力。これは、あれですね、無線モードの時に、どれぐらいでスリープに入るかとか、そういうのが設定できると。で、これが、まあ、レーザーシナプスで設定できることなんですけど、じゃあ実際に、こっちのマウステスター、これはね、フォーゲーマーとかでも使われている、マウスの、センサーの性能を測るっていうところのものなんですけど、このマウステスターでレーザーランスヘッドね、性能をちょっと見ていきたいと思います。こんな感じでセンサーの、性能が出てきますと、ね、ちょっとこれ画面大きくしましょう。こんな感じでこういう風にした方が多分分かりやすいのかな。で、これはまあマウスがこう動いてるよっていう軸なんですけど、このグラフからこの点がどれだけ離れちゃっているかっていうところでセンサーの性能良し悪しっていうのが分かるみたいです。なので、この今回測定した、レーザーランスヘッドの場合だと、かなりねいい結果になってるんじゃないかなと思います。飛び出てるところがまあこの辺とかね、ちょグラフがこんなグニョってなっちゃってるんで、この飛び出てるっていうのもまあ、どれだけ飛び出てるかっていうのはあれなんですけど、強いて言うならこの辺ですかね。この辺だけがちょっと飛び出てたりとか、あとこの辺飛び出てたりとかするんですけど、基本的には点がすべてこのグラフに沿って動いている。うん、なので、これはね、かなりいい結果なんじゃないかなと思いますね。うん、次に僕が持っている、マウス、ロジクールの G602 をちょっと測定してみたいなと思います。結果を見ると、これはあれですね。この辺が飛び出たりとか、あとこの辺もばらつきがすごいですね。この辺もばらつきがすごい。ここもばらつきがすごい。とかあれですね。基本的にばらつきが結構、この折り返しのところですごい。なので、マウスをこう振っていくときにばらつきがあるので、正確性っていうのが、まあちょっと失われている。まあこの辺ちょっと飛んでるっていうのはね、結構センサーとして致命的な感じ
になってるんじゃないかなと思います。レーザーのランスヘッドとこの G602 を比較するっていうのはね、かなりかわいそうな感じはするんですけど、まあ、少なくとも僕が今まで使っていたこの G602 よりはもう確実にレーザーランスヘッドの方がいいっていう結果になりました。はい、ということでレーザーのランスヘッドね、実際に今ゲームをやってきたりとか、あとはね、動画で出したように、マウステスターでセンサー性能っていうのをねちょっとね、測ってみたんですけど、かなりね優秀なマウスになってるんじゃないかなと思います。僕がゲームをねやった体感だと、あのエイムっていうのはかなりね合わせやすくなった。あの今まで使っていた G602 を無線で、まあそれほどねこう不自由なくというか、まあ満足して使っていたんですけど、それ以上に圧倒的にエイムっていうのは合わせやすい。なんていうかな、思ったところがちゃんと当たるみたいな。だから今までの G602 の場合だと、やっぱあのマウステスターの結果を見てもらえばもう一目瞭然だと思うんですけど、あの思っていたところにやっぱ狙えてなかったっていうのが G602 なんじゃないかなと思います。やっぱりこう G602 ぐらいの時代のマウスだとこう無線だよね結局みたいな、あの合わないよねみたいな、そういうのがやっぱり G602 にあったんじゃないかなと思います。で、最近ねやっぱ出始めているあのこう高度な技術が使われているような無線マウス、まあ、このレーザーランスヘッドも含めて、まあ、最近出ている無線マウスっていうのはかなりね精度が上がってきてるんだなっていうのをね、マウステスターと、実際の体感で感じました。なのでこのレーザーランスヘッドねかなりいいと思うので、今有線がすごく好きな人っていうのはこのね無線に乗り換える価値があると思う、まあ、僕はもうずっと無線マウスを G602 に使っていたので、あの無線マウスの素晴らしさっていうのはねすごく感じてるんですけど、やっぱりねあのマウステスターの結果とかを見て、あと自分のねその有線のマウスでマウステスターを使ってみるといいと思います。で、僕が今回ね動画にしているあの結果よりもね悪いんだったら確実にレーザーランスヘッドの方がいいので、なので、無線マウスに乗り換えるっていうね、きっかけになってくれたらいいなと思います。はい、ということで今回は有線でも使えて無線でも使える、レーザーのランスヘッドを紹介してみました。かなりね、僕は、マウスのセンサー性能とかもいろいろ見たりとかしていいなと思ったので、興味ある方はねぜひね、今日発売ね、これ僕は発売日前にレビューしてますけど、本日発売していますのでぜひね、購入してみてはどうでしょうか。ということで今回の動画はこの辺で。シンジでした。